だから犯人は遺体を隠したんです。トレビアンのキッチンにね。本土坊さん、これに見覚えは？ノンノン、私ならもっと可愛いの選ぶわ。この小瓶はトレビアンのキッチンで発見しました。コン、なんですって？分析の結果、これは被害者が耳鼻科で処方された薬だと分かっています。そんな。遺体をキッチンに隠した時、ポケットから落ちた。本土坊さん、事件があった時、あなたはキッチンにいたそうですね。モンディオ。事件直後、五十嵐翔平さんは警察を呼ぶため現場から離れた。犯人はその空白の10分の間に細工をしたんです。本物の遺体をテーブルに戻して、気絶したお嬢ちゃんのポケットに毒薬の小瓶を入れたか。それができたのは本土坊さん、あなたしかいない。驚くべき事態です。証人、あなたが岡高雄さんを殺害したのですか？違う、ノンノン。Thank you.
なたには逆らえない人物がいる。これがある限り。闇金融から5000万円の借金だから彼の言うことを聞かざるを得なかった。そうですね。なんと言われても私は認めることはできないの。一体何者なのですか、あなたに命令したある男とは。闇金融カリオーゼの社長、通称なにわのゼニトラ、この男です。